M ラインミュージック、お相手は夏焼みやびと鈴木愛理です。 M ラインミュージックはオフィシャルファンクラブ M ラインクラブを中心としたメンバーの音楽活動にフォーカスを当ててお送りしていく番組です。今回はこの2人でお届けしていきます。始まりました、 M ラインミュージック。今回も盛りだくさんの内容でお届けしていきます。2002年6月30日にハロープロジェクトキッズに合格してから20周年を迎えたお二人、今回は当時の思い出の味を用意しました。私たちがね、はい、活動中ね、はい、まあ、この休憩時間だったりとか、はい、まあ、楽屋でよく食べていたものを、はい、ちょっとご用意してもらったので、はい、ちょっと食べながら、はい、なんか懐かしい話でもね、はい、していきましょうよ。皆さん、ポイントは、現在ではなくてキッズ時代に食べていたものが、はい、かわいいかわいい、小学生が食べていたものが、はい、こちらです。これはなんかキッズ時代によく、うん、あのバックダンサーの練習をしに行ってたスタジオっていうのが、うんうん、まあ、今全然行ってないスタジオが一個あって、うん、そこのスタジオの待合室にね、自動販売機が何台かあって、うんうんうん、そこに夏みかんゼリーっていう缶ジュースっていうかゼリーが売ってたんですよ。 ね、それをみんなあのレッスンが終わった後怒られて泣いても、うん、汗をかいてびしょびしょでも買って帰る、そう、必ず飲んでいたドリンク、はい、そうです。当時流行ったじゃないですか、振ったら飲めるようになるゼリーの缶みたいなやつ。そう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 、これまあ当時は普通に缶でガッて飲んでたけど、やっぱちょっとおしとやかに、うん、ちょっとせーの、これ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 、ちょっとやっぱスプーンは違うわ、ちょっといいかな、せーの、この口いっぱいにゼリーがドドドって入ってくる、そう、この感じね。なんかどうやら、うん、当時私が食べてた缶ジュースは廃盤になってるっぽくて、ね、今日はなんか似たようなやつ用意してもらったんですけど、うん、いや、ね、似てるね、レッスン終わりに飲むのが本当に最高だけ、高でレッスンがね、はい、終わると、うん、まあ、いつもこうね、うん、買ったよねって言ってみんなで小銭もらって、小銭もらってで、大体もうそこにのなんか在庫がね、在庫がなくなるぐらいうちらはもう何本もそう飲んでみたいな、懐かしい。でもさ、レッスンの時本当に先生マジ怖くて、本当だよ、持ってないんですよこれ、本当にあのガチ鬼に見えるんだよ ね今だから言えるんですけど、そうそうそう、でも本当直接先生にも言ったんだけど、縮え上がるって感覚だよね、こうブルルルッ、そうみたいな、もうだからもう、あ、今日も怒られるって思いながら言ってたし、そう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 、だからまあ褒めてもらった時とかはね、うん、本当嬉しかったし、最高の気持ち、だからもう怒られた時も褒められた時も多分ずっと泣いてたじゃん、うん、全部隣にこの子いたよね、そう、ずっとこの子いた、だから本当にマジで青春の味っていうか、私たちの支えでもあったし、うん、そうそう、ね、唯一の甘味、うん、甘くしてくれる子だったんで。まずはクラブチッタにて行われた宮本花凛セカンドシングル発売記念ミニライブ&お見送り会のダイジェスト映像をご覧ください。
した声がまたエコーする飲み込んできた言葉出口がないなかわいそうだ突き刺さった視線どこから枕の窓私の目反射していた午前3時半誰かいないから眠れないあーさまいちゃいんだバーカバカバサカうるさいな嫌い嫌いでも胸の奥では愛されたいなんて本音愛しいまた飲むと高い嫌い嫌いじゃない平和に生きれたら十分で大きな夢はなくて味気ないねと言われるけれど私はそれでいいの波を立てずに逆らわずにちゃんとルール守って目立たなくても自分なりに世の中支えてるつもりあれこれと目移りするけどとりあえずこのままでいいかなためらい抱えて今日も生きてる広い線の内側で並んでお待ちください流されながら抜かされながらまた並んで線の内側で並んでお待ちください何も考えないで繰り返してるだけで安らげるんだ広い線の内側で並んでお待ちください流されながら抜かされながらまた並んでいた。はい、本日はクラブチッタでですね、宮本カリのセカンドシングルなんてったって I love you ハウリングの発売記念ミニライブ&お見送り会でしたということで、たくさんの方がね来てくださってすごく嬉しいなというふうに思ったんですけれども普段はオープンスペースでの、 リリースイベントが多くてこうしてこうクローズドでというかこう私を見に来てくださった方しかこう見られないようなリリースイベントってなかなかないので結構ねあみんな私のこと見に来てくれたんだってい う、 こう嬉しい気持ちとあとはねこうセットリストもかなりガラッとそのオープンスペースでやってる時とは変えているのでこうそこにもねみんなあ変えてくれて嬉しかったよって言ってくれたりとかやっぱりこうライブの後にお見送り会でお話をできるっていうのはすごく貴重な機会だなっていうふうに思っているので、まあ、今後も機会があればできたらいいなというふうに思っておりますということでたくさんの愛がこもったセカンドシングルになっておりますのでぜひぜひたくさん聴いてくださいついに先日6月22日に宮本かりんちゃんのセカンドシングルが発売になりましたということで、うん、ソロとしてね頑張っているかりんちゃんですけども、うん、愛理から見てかりんはどういう風に見えていますか、うんうん、でもなんかM ラインのライブをするようになってから、うん、結構こうお話というか、うん、接する機会が増えたメンバーなの意外と現役の時ってあんま喋ったことなくて、うんうん、そうあんまイメージないそう、うん、だからソロになってから喋ることが増えたイメージだけど、うん、だから私は今のかりんちゃんの方が濃く記憶に残っているんだけど、うんうん、なんかね一緒にやった映像のライブ映像のコメント欄 YouTube のコメント欄に、うん、かりんちゃんの歌方が変わったって書いてあるコメントがあってあ、そうなんだってなるぐらいもうソロになってからのなんか
歌声に安定感があるなっていう印象が、まあ、私からしてもあの本当にあの研修生、うん、ハロプロ研修生記憶に濃いよね。そう、そのイメージもやっぱすごい強かったからミニモニとしてユニットを組んでさ、うんうんうん、歌ってるんですか。本当子供っていう、ね、印象が強すぎて、もう今のかりんちゃんはなんかもう大人になりすぎた、もうびっくりして、ねね、だから本当に久々にこう会った時とかも大人になったねって。でもなんか小さい頃の方がすごいこう完成されてる感が、その良くも悪くもあったイメージがあったから、うんうん、今のかりんちゃんすごい見ててワクワクするよね。なんか確かに何してくれるんだろうみたいな、うんうん、そう、あとなんかやっぱなんかナチュラルになった、すごく、うん、だから自然体になった。そう、自然体なのがすごく私も見てて好きだし、うん、表情とかもさ、いろんなね、あの表情を見せてくれるようになったから、うん、それは本当大きな変化なのかなっていう、ねね、でもほら、愛理もさ、ソロとしてライブとかね、いろいろやっているから、うん、まあ、先輩だし。いや、全然だよ、もう本当そんなことないのよ、全然もう。ちょっと一つなんか、仮にないない、もうメンタルの話になっちゃうから、メンタル塾になっちゃうから、なんかもうアドバイスすることないくらい、うん、すごいなんかこう安心してパフォーマンスも最近、うんうん、確かに見てる、会えてないけど全然ライブ出てないから、うん、すごい安心して見ちゃう後輩っていう感じがあんまない、うん、しない、あの普通見てて、なんか一人のアーティストとしてなんか、うん、これ出したんだって見てる感じはある、うんうんうん、けどまあでも刺激を受ける場がやっぱり変わってくるから、うん、ソロになってくると、うんうん、そこでなんかこう人と比べすぎて落ち込みすぎないように、うん、自分がブレないようにっていうのは、うん、まあ、どの仕事でもそうだけど、うんうんうん、っていうところだけなのかな。もう自分も全然できてないけど、できないかな。もう全然、でもなんかしっかりされていて全然もう頼りがいのある後輩ですよ、ね、うん、これからも多分いろんなことにチャレンジしていくと思うので、そうだね、目が離せない存在かなと思います。続いてはこちらの映像をご覧ください。電話もまだ来ない、メールもまだ来ない、はい、走り出せない恋のブギートレイン、スペシャルゲストアクネチちゃうくらい、あなたはモテモテスーパーセクシーボーイ、ダメは承知でも待てるつらい、逆転さよなら満塁ホームラン、手続かない、もっとブリブリ、もっともじもじ、素直ファズリーのブルービーチレイ、見とらないでみんな言うけれど、だって仕方ないもん、Just watch me the boogie train. Just watch me the boogie train. 明日はチューチュー、メルヘンガイド、走りたいわ、あれへ探したいの、ブギウギチューチュー、まだ泣かないぞ、つぶたの奥行きブギートレイン、ボンプライ先生と目指すは
M ラインガチャトークです。今回はこちらのテーマの中から選んでいきたいと思います。はい、いきます。はい、あ、違うそれ見せられてもはい、現在の話。なんか結局なんか同期では音楽やってるのは私たちだけじゃない？ライブとかを定期的にやったりしてるみたいな、うんうんうん、だからなんかすごい頑張ろうねみたいな、うん、そう、あえてね、それすごい言ってくれるからなんか支えって感じ。ええ、なんで？え、なんで？いや、なんかやっぱそういう風な会話、音楽やっぱ続けてるメンバーがもうアイリーだけだから、うん、そういう会話をすることが本当にもうないわけよ。あーで一緒、一回ベリキューで離れて、うん、でボーンでまた一緒、うん、で離れて、で今また一緒みたいな感じでこう、うん、なんかこういう感じが、そうだね、ずっとあるけど、意外とこの辺の中間の時期って、うんうん、お互いのことを話す機会って意外となかったじゃん、うん、こう腹割って。そうだね、ベリキューの時だね。そう、もうライバルだったから、見えない壁っていうか、うん、意識のあれがあったじゃん、やっぱり、うんうん、壁がなくなった感はあるよね、うん、あるよね、うん、やっぱリハで一緒になるってこともやっぱなかったじゃん、うん、もうベリーズはベリーズの時間、キュートはキュートの時間、うん、で全員は全員だから、ボーノはもうずっと全員出ずっぱでリハだからね、うんうん、だからゆっくり話すっていうことが本当なかったから、それは本当に今だからこそあるし、うん、だからその壁がなくなったっていうこともなんか不安になったことがあると今はアイリーに言えるから、そうだ、歌のこととかもさ、なんかリハ終わってからさ、すっごいずっと話したことあったよね、うん、一回、うんうん、なんか最近のスタンスについてそうそうそう、ずっと帰んないの私たち。そう、懐かしい、本当にまだいるかなみたいなスタッフさんにこうやって見に来るの、これちょっと帰るまでみんな帰れないからそう、でもそういう時間がなんか今までなかったから、うん、そういうのってすごくね、うん、嬉しいし、こんな風に考えてたんだとか、うんうん、なんかすごい、 それこそピンククレスやって、うんうん、解散もあってっていう時期とかの、うん、とかもすごい話してそうだね、確かに、だから そういう話とかも本当にマジでアイリーにしか言ってないこととかもいっぱいあるから、あの時期めっちゃだってさ、うん、厚みのある話したよね、かなり人生っていうか、なんか、ね、うん、お互いね、心の底みたいな、その仕事とかじゃなくて、まあ、女性同士でなんか話す、うん、人間みたいなね、人間として話すみたいなことが増えたことが、うん、なんかちょっと不思議だった、ね、え、なんかアイリー大人になってるみたいな、それもあったし、うん、ある意味またここで絆が深まったし、うん、そう、卒業してからね、うん、あ、なんか卒業してから深まることあるんだみたいな、ね、ね、ね、そう、なんか離れていくことの方が多いのかなってやっぱ正直思ってたけど、うん、あ、違ったんだっていうのは嬉しかった、うん、やっぱ過去にいろんな経験を結構一緒にしてきてるから、同じグループで、うんうん、それもやっぱり大きいよね。そうだね、そこ経てないと喋れない悩みとかもあるしさ、うんうん、今回だから一緒に番組の MC できてよかったなって思う、うんうん、なんか私たちでしか話せないことって結構意外とあるから、そうだよね、不思議だよね、すごく不思議だよ。プレイバック M ラインミュージック、今回は月食。好きか好きゆく音を瞳を閉じて聞いていたのよ。この楽曲は以前上村あかりちゃんがご自身のバースデーライブで歌ってくれたっていうことをお聞きしていたので、この度、あかりちゃんとビタースイートの、3人で歌うことができてとても嬉しかったです。いつもビタースイートで歌っている時は安定性があって、それもすごく私的にはすごく好きなんですけども、今回3人で歌ったことによってもっと音に厚みが増して迫力があったんじゃないかなと思います。特にサビの部分、最後のメッセージ何を言い
たくてっていうところからがもうとても3人の音圧がドッとくるところなので、そこに注目して聴いていただけると嬉しいです。続いてはハロープロジェクトキッズ20周年記念企画ということで、私たちを語る上では欠かせない楽曲に関する映像を一緒に見ていきたいと思います。今回は私が選んだボーノの本当の自分のライブ映像をご覧ください。どうぞ。はい、この時はまだこのボーノはバンドがいません。そうね、これハイブリッドパンチっていうツアーは多分前半がオケで、うん、後半がバンドだったよね。違ったっけ。そう、前面ではなかったか、バンドが多分。なんかそれもまたちょっとレアな感じだね。そうだね、なんかちょっとアイドル、いや、アイドルボーの、ああまだパンチの仕方も、そうだよ、この髪型見て。本当だよ、この当時流行ってた逆毛をどれだけみんな漏れるか。でもこれ結構最後までボーノのさベースだったよね。ももポニーテール、確かに、ツインテールやること多い。ミアは結構自由にいろいろやる。ももがポニーテールっていうのがね、あったからね。確かに、うん、懐かしい。もうさ、みんな歌い方もさ、うん、すごいシンプルじゃない。なんかこう感情とかじゃなくても何のこう、こうみんなで揃えようっていう意識が強い感じ、ね、この歌い方が。なんかマイクにキラキラをつけてもらったのってボーンの初めてじゃなかった。ボーンの歌だったよね。あ、そうかもね。キラキラとすごい嬉しかった。ロックといえばなんかキラキラだろうみたいな感じでスタッフさんがつけてくれて、あ、懐かしいね。ということで、本当の自分のライブ映像を見ていただきました。はい、すごくね、懐かしかったんですけども、うん、まあ、ボーノはね、あの守護キャラというアニメのオープニング曲とエンディングを担当させてもらったね、時期がありまして、うん、はい、そうで、なんかそれですごくあの私たちのイベントに結構もう今までは大人たちがこう見に来てくれるっていう印象だったんですけど、うん、そのアニメの守護キャラのね、この曲をやらせてもらった時にすごくちびっ子たちが、ね、来てくれるようになったっていうのがすごく印象的で、なんかそもそもボーノってその守護キャラの曲を歌うために結成されたのが始まりだったから、うんうん、ね、やっぱこのベリーズとキュートとかとは少し活動の仕方も違って、うん、新しいことばっかり、初めてのことばっかりだった。そうだから、その衣装とかもなんでロックな感じだったかっていうと、その守護キャラのね、キャラクターたちに合わせた、そう、そのイメージでこう服装とかもすごくあのロックテイストな衣装だったっていうのがあるんですけど、主人公のアムちゃんのね、うん、インスパイアしてだったので、なんかそういうのも結構あのそのハロプロの衣装ではなかなかない。当時のハロプロってやっぱりこう衣装の布の面積が少ないっていうか、お腹を出す、おへそを出すっていうのがちょっと定番で、スパンコールとか、うんうん、なんかそういうキラキラした感じだったから、そうだ、ね、チェックっていう柄をあんなふんだんに着れるとか、ジャラジャラしたなんかアクセサリーをつけるっていうのが、うん、そうだね、シルバー系と か、 そうだから黒なんて全然ね、今まではあんまり多分衣装として身につけてくることが少なかったのかな、うん、まあ、チェックはベリーズ着てたか、デビューの時。そう、チェックはね、ただそのトゲトゲしたそういうスタッツみたいなものがいっぱいついてるっていう衣装っていうのが多分なくて、なかなかなかったよね、うん、レースとかね。そうだから、あ、こういう路線もなんかあるのかっていう、ね、そうそう。あとはやっぱ歌割りとかがハローと違うなって思ったのは、うんうん、ボーノって、まあ、ソロももちろんあって、でも順番であって、うん、全員でずっとサビを歌うみたいな曲が、うん、確かにすごい多かったから、サビにあんまり歌割りがない、うん、そうだ、それとかも、あ、ボーノはこういう風にやっていくんだっていう、うん、まあ、最初の曲だったっていうのもあって、うん、インパクトがあって、
そうなんかワクワクしたっていうのを覚えてたから、うん、結構ボンドのあの CD とかって今は廃盤になっちゃってるものも多いので、うんうん、ぜひなんか持ってる方は大事にしていただいたり、貴重に使っていただいたり未だに聞いてもらえるの嬉しいからね、うん、いや本当本当、なんかこうだからライブの映像とかもボーノって多分数少ないのかな。そうなんですよ、言われてだからそうこういう風にねあのお届けできるっていうのもすごく嬉しいし、うん、ねああいうバンドじゃないボーノっていうのも見てもらって、そう新鮮だから、うん、ねいろんな私たちの姿が見てもらえたのかなって思います、はい、最後は M ラインスペシャル2022マイウィッシュからこちらの映像をご覧ください。本日のスペシャルゲストダンバラルル井上芽衣、黒髪だからって真面目なことか、安心してたら誰かに取られる、抜け出せる Friday night、 さあ行こうよ I'm ready、 覚悟とかないならバイバイ、時間は回っちゃない、夢から来てくれない、星空が今夜は眩しい、抱きしめていいよ、抱きしめていい、私が夢へ鳴らしていいのに、女の子の一つ、女の子の二つ、本物の箱が今日も星となる、しいことか決めつけちゃってたら時代に蹴られるぞ、みんなずっと Friday night、 親に内緒 I'm ready、 足震えちゃってる子バイバイ、社会はクールで流行りはもう狂う、星空が今夜も眩しい、優しくしていいよ、優しくしていいよ、私が夢へ鳴らしていいのに、女の子の涙、女の子の不安、気づかない子じゃきっとずっと軸、お別れのお時間となりました。はい、改めてねデビュー20周年を迎えたわけですけども、はい、マイリー今後の抱負などはありますか。いやでも
20周年と言いますけど、うん、やっぱりこう数字だけ聞くと、うん、すごく長い間活動してきたんだねってよく言われるじゃない、うんうん、言われる。でもなんかやっぱり私たち小さい頃から始めてるから、うん、まあ、日常生活、学校の活動すべてっていう感覚も私はあって、うんうんうん、だからなんかまあ20周年迎えましたけど、さらにここからまたなんか新しい、うん、挑戦も絶対あるし、うんうん、変わらずにこう初心を忘れずにっていうところにもう一回このタイミングで振り返って活動していきたいなって思いました。なんかこの番組でミヤと話して すごい20周年迎えたんだな感があった。やっと実感してきたっていう感じが実感できた、うんうん、まあ、やっぱ振り返るとね、そう、なんかそっか、こんなにも時が経ったのなって、ね、歴史あるな私たちって思ったし、やっぱそれには応援してくれる方々の存在がなくてはここまで来れなかったっていうのは本当に思うので、うん、これからも変わらず、うん、音楽を通してパワーを送りたいですね、うん、本当にそう思いますよ、うん、よろしくお願いします。まあ、なんか今それぞれ、まあ、ソロだけどやってることが全然違う、さっきもちょこっとお話ししたんですけど違うけど、うん、でもまあこう M ラインのね今ライブ一緒にやってたりとかもして、うん、まあ、そういうところでつながりがあったりとか、うん、まあ、でも個々違うことやっててもそれぞれさやっぱ見てるし、うん、見てるね、ね、こうお互い支えでもあるから、うん、これからもまあ音楽のことに関してはここで2人でこうね、話し合うこともきっとこれからもたくさんあるのかなと思うし、うん、でもなんか別にこう音楽やってなくてもメンバーメンバーでね同じ事務所にいるわけだから、うんうん、なんかそこでまた新たにやっぱこれからも一緒にいる仲間としては、うん、同じねなんかステージ立つこともまたできたらいいなと思うし、ね、あのハロプロキッズで集まって配信とかもしたけど、うん、まあ、またそういうねみんなで集まってファンの皆さんの前にね、出て何か企画ができたりとか、うん、まあ、そういうこともね今後またできたらいいなと思うので、うん、まあ、これからも引き続きね、はい、私たちの活動をたくさんの方に見ていただけたら嬉しいなと思います、うん、これからも応援よろしくお願いします。ということで M ラインミュージックでは話してほしいトークテーマ、私たちに関するコメントなど募集しております。ぜひコメント欄に記入してください。よろしくお願いします。お願いします。この番組は毎週金曜日に更新されます。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回のお相手は夏焼きみやびと鈴木愛理でした。さよなら。さよなら。今回の M ラインミュージックいかがでしたか。次回はまた新たなメンバーでお届けしてまいります。ナレーションは田崎朝日でした。またお会いしましょう。